キャンパーダウンの海戦は、フランス革命戦争中の1797年10月11日に、グレートブリテン王国艦隊と、オランダ艦隊で戦われた海戦。ダンカン帝徳式のイギリス艦隊とデ、デウィンテル提督式のオランダ艦隊は、オランダ、アルクマール北西のキャンパーダウン村の沖合で戦い、イギリス艦隊が、オランダ艦隊を破って、北海の制海権を得た。 この海戦は、イギリス海軍の水兵ジャック・クロフォードが提督機をマストに釘付けにした逸話によっても知られている。1797年の間ずっと、ダンカンはデン、ヘルダーとテ・セルで、オランダ艦隊を封鎖していた。オランダ艦隊は、アイルランドで計画されている反乱を支援する、フランス軍のアイルランド上陸を援護することを目的としていた。そしてさらに、 約5万のオランダ軍がスコットランドに上陸して、スコットランド人組織の助けを借りて、スコットランド中南部を制圧する計画もあった。しかし、港での長い待機は、船の必需品を減少させ、その上四季をも蝕んでいた。オランダはダ、ンカンの封鎖艦隊が数週間にわたって、たった4隻しかいなくなっていることに気づいていなかった。その他の艦は後に、 ノアの反乱として知られている騒動に巻き込まれていた。この反乱は首謀者の公主刑によって終わり、兵は任務に戻った。9月遅く、オランダは侵略作戦を断念した。イギリス海軍本部はこれを知って、弾官に戦隊をヤーマスへ移して、そこで再編成するように命じた。オランダはその機会を捉えて北海に進出し、 彼ら自身の乗組員の不穏な動きを抑え、かつ孤立したイギリス艦を襲うことを企ってた。イギリス艦隊は、カッター、ブラック・ジョークと、ラガー、スペキュレーターの警報によってテッセル島沖に集結し、オランダ艦隊の寄港を待った。二つの艦隊は、オランダの18マイル沖合で遭遇した。イギリス艦隊は24隻で南東へ向かっており、 オランダ艦隊は25隻が単獣陣を組み、東南東に向かっていた。イギリス艦隊は8年後のトラファルガーの海戦を思わせる2列の陣形で攻撃した。ダンカンはベネラブルに座上して東側のグループを引き、副将リチャード・オンズロー中将はモナークで西側のグループを引いた。この攻撃はオランダ艦が海岸近くの浅瀬に逃れるのを防ぐために、 急がなければならなかった。ダンカンは、全艦追撃せよの信号を形容し、各艦が機会があり、次第ここに戦闘に入ることを許した。全艦が押し進む中、艦長の一部にはためらう動きもあった。イギリス艦隊は、最も大胆なリーダー、ダンカンとオンゼローを戦闘にした二つの戦列を形成することになった。ベネラブルは、 オランダ戦列を突破してデ、デウィンテルの機関、ブリヘードを風下側から攻撃した。他にも、数隻のイギリス艦がオランダ戦列を突破し、両艦隊とも両原で戦闘を行った。オランダ艦の一部は、なんとか、東に被体したが、機関、ブリヘードを含む11隻が捕らえられた。しかし、イギリス艦も大きな損害を受けており、 被体したオランダ艦を追撃することはできなかった。イギリスの死傷者は戦死220人、負傷812人、オランダ側は戦死540人、負傷620人だった。死傷率の類似性は、双方ともに相手の戦隊を狙うという砲撃戦術を取ったことを反映している。では、イギリス側の戦死193、負傷622、 オランダ側の選手520、負傷952としている。この海戦では、船の大きさと武装について、イギリスが優位にあり、また訓練と演習についても、同様だった。イギリス艦の数隻は、カロネード砲で武装していた。それは、射程は短いが重い砲弾を発射でき、近距離戦では、破壊的な影響を持っていた。捕獲されたオランダ艦は皆、 修繕が不可能なほどに破壊されていた。デウィンテル提督は機関を散々に破壊され、降伏を余儀なくされて、イギリスの捕虜となった。彼はダンカンに、自らの体験を手渡そうとしたが、ダンカンはそれを拒絶し、その代わりに、彼の手を握った。ダンカンとデ・ウィンテルは、どちらも大柄な男だったあった。デウィンテルは後に、ダンカン提督と私のような巨大な物体が二つとも、 この日の徹底的な虐殺を生き延びたことは驚くべきことだ。と語っている。この海戦の結果、フランス軍の最初のアイルランド遠征は1798年8月まで行われず、反乱はその前に鎮圧された。による、1795年に、フランスの侵略を受けて、オラニエコ・ビレム5世が亡命してから、1806年に、 ルイ・ボナパルトが君主制を敷くまでの間、オランダはバタビア共和国と称しフランスの衛星国になっていた。戦闘中、低督機を掲げた機関、ベネラブルのマストが破損したが、低督機を下ろすことは幸福を意味することでもあったため、クロフォード水兵は自発的にマストに登り、低督機をそこに釘付けにした。これによりクロフォードは、 国王から直々に言葉をかけてもらうなどの栄誉に、抑止、愛国美談となったが、その後手で身を持ち崩したという。ありがとうございます。